4月半ばから中途覚醒がひどくなりました。ベルゾムラとセルシンを飲んでいます。どうしたら中途覚醒が落ち着くか悩んでいます。何が原因でしょうか？とりあえず、本は必ずチェックされた方がいいと思いますよ。中途覚醒の方はね。ベンゾジアゼピン系がこのままでいいのかどうかもちょっと一度ご相談されてみられた方が良いかなと思います。2週間後の今日は PSG 一泊2日の検査ですと。明日は精神科と睡眠外来受診です。家で酸素飽和度測定して機器を持っていきますと。前回、鼻の手術の前は HI20.2 の微妙な数値でしたが、今回検査で20を切ったら CPAP 使えないのでしょうか？程度にもよると思いますが、そこは主治医の先生とよくご相談になると思うんですけど、僕ならで言うと、患者さんのニーズによってはその 20.2 という数字を採用する可能性は十分あるかなという気がします。今現時点での数値を評価するんですけど、CPAP は使いたいですというふうな方であれば、以前の数値を参考にしてやる可能性は、まあ僕ならあるかなという気がしますが、まあ最終的には主治医の先生のご判断ですね。睡眠時無呼吸症候群かどうかを自分で確かめる方法はありますでしょうか？一人暮らしです。とりあえず睡眠アプリでいびきセンサー付きのやつにしてみられて、いびきがすごくないかどうかをチェックしてみてください。アプリが結構チェックしてくれて、その途中でですね、みたいなのがあれば無呼吸症候群です。やたらとトイレに起きる、口がカラカラになって目が覚めている、朝起きたら頭が痛い、寝た気がしないなんかがあったらですね、一応ご相談されてもいいと思います。無呼吸症候群はどういった治療になりますか？一番よく使われる治療というのはやっぱり機械を使った CPAP という治療法ですね。ある程度の重症度の方であれば、この治療法というのが一番効果が高いと思います。他にはマウスピースですね、顎を前に出して、顎の構造物ごと喉の下とかね、そういった部分を前に出して、喉が狭くならないようにするという治療法ですね。肥満がある方だったらダイエットです。これが基本ですね。標準体重を目指してダイエットです。このあたりが基本ですね。横向きでお休みになるということもいい方法だとは思いますね。現在仕事をしておらず、何時に起きても良い状況なので、睡眠時間が9から10時間ぐらいですと、寝すぎているような気がするのですが、問題ないでしょうか？過去に精神科に通院していましたが、現在は通院していません。9時間、10時間というのが必要で、それで体調がいいのであれば別に悪いことは全くないとは思うんですけど、健康度をある程度保とうと思うと、布団から出るリミットは作っておかれた方が、バランスというか、生活リズムというか、そういうふうなものは乱れにくくなりますし、生活リズムが乱れにくくなっている方が、精神的にも安定しやすくなりますので、時間的なことはあんまりどうこうっていうつもりはないんですけど、布団から出るのは遅くとも何時まで、まあ9時とかね、10時とかでも構わないので、それは一応ですね、リズムを乱さないためには仮決めしておかれた方が良いのかなという気はしますね。初見雅彦の動画。酒のせいで何日か2、3時間しか寝れない気がしますが、早めに眠剤服用して眠りたいですが大丈夫ですか？眠れないという方はお酒はなるべく減らす、やめるという方向に持っていけないかどうかを考えた方がいいと思います。アルコール依存症でアルコールを置換するという目的であれば、ある程度睡眠導入剤とかベンゾジアゼピン系の乗せ替えということは許容されると思うんですけど、眠れないという状態の方はお酒はもう可能な限りやめる方向に持っていかれる方が良いと思いますよ。2、3時間しか眠れないという方が早めに睡眠薬を服用するということは基本的には全く進めません。むしろお布団に入るのはやや遅め、睡眠薬を服用するのも遅めにされた方が結局寝つきも良くなりますし、中途で覚醒する確率も下がるので、基本は眠れないという方は比較的遅めにお薬を服用されて、布団に入るのも遅めを心がけられた方が良いことが多いです。寝つきも悪く2時間ごとに目が覚めて体がしんどくて、内科でマイスリーとリーゼを十数年間処方してもらっています。言えば薬を処方してくれるのですが、このままでいいのか不安ですと。近くに頼れる専門病院がないので途方に暮れています。まず押さえておいた方が良いことです。2時間ごとに目が覚めるというのの場合には、2時間ごとに目が覚める、例えば内科的な病気がないかどうかはちょっと抑えておく必要があって、このチャンネルに初めて来られた方であれば初めてだと思うので、他の方にはしつこいと思われるかもしれませんけど言っ
ときますけど、寝てる間にいびきがすごくないかどうかはぜひ確認しましょう。寝てる間にドッタンバッタンと暴れてないかどうかもぜひ確認しましょう。足がビクビクと動いてたり、いびきをかいて呼吸が止まっていて、そのことで目が覚めてるという方が結構おられたりしますので、そういった方の睡眠を薬だけで抑え込もうとするとうまくいかないことがよくあったりしますのでね、睡眠時無呼吸症候群と足が動いて目が覚めるという周期性視運動異常症というものがないかどうかというのは一応チェックをしておかれた方が良いと思います。マイスリーという薬は超短時間作用型なので、中途覚醒途中で目が覚めるというふうなものをそれ単体で抑え込むことは割と難しいことが多いです。マイスリーという薬に加えてそれでリーゼという薬を加えることというのもアイデアの一つとしてはありなんですけど、マイスリーとリーゼというのは基本的には割と似たような効き方をする、まあちょっと言い換えてみるとお酒に似たような効き方をするお薬なんですよね、どちらもね。で、作用時間自体はどちらもちょっと違っていて、マイスリーは 3,4 時間ぐらい、リーゼという薬は 6,7 時間ぐらい効くというところがあるんですけど、同じようなタイプの薬を重ねるよりはマイスリーで寝つきを良くしてプラスリーゼと違うタイプの、例えばオレキシンという覚醒物質をブロックするようなベルソムラというお薬とか、デービゴというお薬とか、あるいはメラトニンという夜だよって体に教えるような薬を加える、ロズレムという薬とか、そういったもので補うというやり方をする方が1個のタイプの薬に頼りすぎずにいくことが多いと思います。ただ内科の先生でそれをそこまで使いこなす方は多くはないので、やっぱり精神科心療内科というところの方がこういうお薬の調整には慣れてる可能性はあるかなというふうに思いますね。内科の先生では睡眠時無呼吸とか足が動いてるっていうふうなことをチェックできないかどうかのご相談をされるのと、できれば薬に関してはぼちぼち精神科心療内科をお尋ねになる方が良いかもしれませんね。初見雅彦の動画、今日二度寝と昼寝を合わせて6時間寝ています。すごく寝すぎたような気がしていますが、どうしたらいいでしょうか。夜寝れるんだったら別に OK じゃないですか。疲れたんですよね。全然大丈夫です。ただね、メリハリつけましょうね。できることであれば活動する時間というのも一日の中に含んでおかれて、ゆっくりする時間も作られて、昼の3時以降に1時間とか2時間とか長く寝るっていうのはできたら控えるようにしておかれた方がいいかなと思います。ベッドライト買いたいのですが、おすすめのものはありますか。床で寝ます。読書してから睡眠に良いライトがいいです。色温度と明るさの調整が簡単にできるものがいいと思いますよ。夜はやっぱり色温度あんまりね高くない方がいいので、夜は3000ケルビンぐらいのですね、すごくこう赤っぽい色にできる、照度をかなり落とせるような形のものがいいと思うので、色温度と光の強さというのを、照度ですね、コントロールできるものがいいと思います。子供がなかなか昼寝せず夕方になって寝始めちゃいました。夜はもちろん寝てくれます。対策はありますか。朝昼にしっかり動かした方が詳しくないでしょうか。それでいいと思いますよ。それぐらいで全然問題ないと思います。あまりね心配しすぎたりとか厳しくしすぎたりとかしなければ、それに越したことはないと思います。娘は重度知的障害の自閉症で、私は双極性障害です。娘の昼夜逆転で困っています。サイレースも飲んでいますが全然効かないです。昼夜逆転を元に戻すにはどうすればよいでしょうか。サイレースだけじゃなくてメラトニン系のお薬試した方がいいかなと思いますよ。発達障害があるわけですから、メラトニンでは効かないっていうふうに言われるかもしれませんけれども、メラトニンの薬をとりあえずメインで入れておくということは、主治医の先生でご相談されて検討されても良いかなという気がします。3月から復職し仕事もしておりますので生活のリズムは整っていると思いますが、最近中途覚醒がひどく起きるたびにアイスを食べてしまいます。4月半ばから中途覚醒がひどくなりました。ベルソムラとセルシンを飲んでいます。どうしたら中途覚醒が落ち着くか悩んでいます。何が原因でしょうか。とりあえず睡眠時無呼吸症候群は必ずチェックされた方がいいと思いますよ。中途覚醒の方はね、アイスを食べる、ベンゾジアゼピン系がこのままでいいのかどうかもちょっと一度ご相談されてみられた方が良いかなと思います。どちらかといえば冷たいものですもんね。かえって目覚めちゃう可能性があるんじゃないかなと思うので、中途覚醒された時には少し温かめのものにできないかということは確認された方が良いかなという気はしますけどね。はい、ありがとうございます。